一般社団法人ワタリスです。で、ワタリスという名前は渡り鳥の渡りとタリスマンっていうお守りという意味の英語を組み合わせた造語です。で、現在は社団法人のスタッフ3名とあと内職の作り手さん約30名ほど全て地元の女性たちでの活動をしている団体です。私もともとは渡り町の郷土資料館で学芸員をしておりまして、渡りの人の暮らしぶりを調べる仕事をしてました。その中でかつては着物を家族へ仕立てていた時代がつい最近まであったことであるとか、余った着物生地でお米を入れて感謝の気持ちで相手に渡すための巾着袋を作っていたという習わしにたどり着きました。で、それを何かの形でまた現代の世で復活させて、そういういい習わしとか感謝の気持ちを受け継いでいきたいなと思ってこの袋を作り始めました。普段お付き合い、渡りに住んでて渡りで活動してて普段お付き合いできないような方と知り合いになったり一緒にお仕事させていただくっていうのはやっぱり震災復興へのそういう皆さんの思いっていうのが大きいと思いますので、原点はやっぱり復興の中での関わりが徐々にいろんな形で進んでいってるかなっていう気はします。で、地元でこの活動を続けていってちょっとでも経済の活性化の一助にでもなればいいなっていう思いで一度制作してます。袋の魅力たくさんありますが、よくお褒めいただくのがこのぼんぼりの部分ですね。こちらがとてもふっくらと可愛らしくて通常の巾着袋にはないアクセントになってるなっていうふうに思います。それから縫い目をぜひご覧いただきたいんですが、表の生地と裏の生地でかなり違った色の生地を使用してますので、それに合わせてミシンで縫製する時に上糸と下糸を別々の色を使って2色の糸で縫うという通常あまり縫製ではやらないようなことをやっています。それから縫い目、これも直線に一定の間隔でというふうなことで、この辺の品物のしっかりした作り、メイドインジャパン、メイドイン渡りの品物の作りもぜひお楽しみいただければなと思います。あとは一番はこれがもともとお米を入れて感謝の気持ちとともに渡していたというものなので、見るたびに普段の生活で忘れかけてしまうような感謝するとかありがとうっていう気持ちを自分も思い起こしたり、これを例えばどなたかに差し上げることでそういった感謝の気持ちをもう一回世の中に出して循環させていくみたいなアイテムとしてもお使いいただけると嬉しいなと思います。